は、めちゃくちゃいい写真ですあ、もう完璧です。いいですね。<laughs> <laughs> ちょっと照れちゃいますね。ね <laughs> スマートフォンアクオスと言いますと。とかねてより大型のイメージセンサーの搭載。そしてライカカメラ、車監修のレンズの採用など高いカメラ性能に定評がありますが新製品アコース r8 pro ではさらに写真の美しさに磨きがかかっています。で、そこでですね。まあの普段は皆さん。 お二人とも写真撮られる側だと思うんですが今日はですね、はい、お二人にカメラマンになっていただいて、はいはい、改めてアクオス R8 プロのカメラ性能を体感していただきたいと思います、はいはい、そして今日はですねお二人により魅力的な写真を撮りいただくためにアクオスのカメラを熟知しました心強いアドバイザーにお越しいただいておりますす写真家のアンジュさんですどうぞステージにお願いいたします。 さあでは竹内さん、しそさんに早速撮影を始めていただきますが、安住さん何かテーマを決めてお取りいただきましょうか。そうですね。あのせっかくお二人とも素敵なあの浴衣を着てらっしゃるので、あのその浴衣姿をお互いにポートレートを撮っていただくとあの素敵だなというふうに思います。ではお立ちいただいてご準備をお願いします。あのステージ上自由に動いていただいても構いませんし、何かポーズを決めていただいても大丈夫です。<laughs> どちらから行きましょうか。じゃあ。 僕からあじゃあ孫さんからお願いします、はい、どのあたりちょっと笹<で>バック,ササバックこちらいきますか笹をバックになんか <laughs> あじゃあ私こっちからあの後ろから見させていただいて <laughs> こ,のこの状況で撮られるのですもうすでにめちゃくちゃいいです <laughs> ちょっと背景を気にしていただけるとあの今 あのねあ、そうですね。あ、人が後ろに入っちゃいますけど、まあそれも個性ですけど。<laughs> <laughs> あ、いいですね。うわ、めちゃくちゃいい写真ですこれあ。かっこいいです。これ、あ、いいですね。構図の取り方がすごいお上手。で、ちょっと下から撮ったりするとちょっと男らしくなるので、もうちょい画面を下にあの下げていただけると、あ、そうです。あ、その感じ。うん、あ、さすがですね。 素晴らしい。どんなお写真なんでしょうか。あ、もう完璧です。はい。すごいお上手です。完璧いただきました。では続いて竹内さん。そうですね。お願いします。じゃどうしますか。こっちに行きますよかね。コマーシャルの中でえっと僕がゲームに夢中になっているような、それをちょっとゲゲームの笹の前でちょっとやったさ笹の前にします。柵の前で。じゃあ私こっちで。はい。 じゃあ自然な感じで楽しそうな感じで志尊さんがやってるところを竹野内さんが、あっ、意外といいですねあ、後ろの白バッグを切って、お上手ですね。で、ちょっとちらっとこちらを見られたらどうですか、あいいですね、<laughs> <laughs> ちょっと照れちゃいますね。いい バッチリです。バッチリですか。はい。ありがとうございます。はい、お二方お疲れ様でした。でもあのお時間あまりないんですが、せっかくなのでアンジュさんにもお二人のはいポートレートお取りいただければと思います。じゃあこちらの方にお二人来ていただいてはいそれで撮りましょうかね。ちょっとあのくっついていただけると。はい。こちらにさこちらだそうあこちらにお二人来た方がいいそうです。じゃあこれでえっとお二人。 ちょっとこう寄っていただいてあ、いいですね。ちょっと見つめ合っていただいていいですかいいですね。<laughs> あ、じゃあ最後にこちらを見ていただければ。あ、はい、素敵です。長やかに撮れました。ありがとうございます。はい、せっかくなので、今撮影いただいた写真を皆さんと一緒に 見てみたいと思います。まずは、では子孫さんにお取りいただいた竹之内さんのポートレート写真、こちらです。かっこいいですね。かっこいい。<laughs> めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、これ。なんかちょうど光がね、半分こうシャドウになって,て男らしい感じになってますね。本当だはい、素敵ですね。はい、では続いて竹之内さんにお取りいただいた子孫さんのお写真ですね。 もうお上手すごいな構図がいいですね後ろの竹の入り方がとてもいいですねすごいなこれクオリティがなんかもう何百枚撮ったうちの一枚みたいな感じですよねねすごいはいさあそしてアンジュさんにとっていただいたお写真がはいもう私が一番ダメかもしれないですこんなことないですなんかこうちょっと和やかな感じですねはい